大略法令和4年2月16日号紀行広島県三次市全長寺支部藤原美恵既読で無理と言われた子供を授かる家族で素直な新人を私の家は十人家族です夫と私と8人の子供がいます夫と出会うまではす 子供6人を連れて、私と子供たちの7人で生活していました。私は、夫と出会う前から日蓮招集に入信していましたが、活発に新人活動をしている方ではありませんでした。驚くような体験経て、夫となる人を借物平成25年の6月に、夫となる人と出会い、お付き合いを始めて4ヶ月が経った頃のことです。 背中の手術を受けようと思っていると打ち明けられ、見てみると、背中に、コブのような出来物がありました。硬くなっていて、そのコブのせいで手がしびれるなど、仕事に影響があるので、手術で取り除くということでした。我が家でやっていた食事療法を伝え、ご業ぎ代で回復を祈り始めて数日後、何か背中から出ているような気がする。見てほしいと言われました。背中を見てみると、 コブに切れ目がが入り、中から溜ままってていたた。海の塊が出てきましたびっくりしながら、こぶの中のものをさらに絞り出すと、すっかり中身が出尽くしました。そして、腕のしびれがなくなったと聞いたときには、ご本尊様のおかげだと感謝しました。その後、夫にも、日蓮召集の話をして釈伏し、夫は入信しました。夫の入信後に、私たちは結婚し、 家族ででお寺に参ききる日が増えていきました。それから再び驚くほどの嬉しい出来事がありました無理と言われた子供を授か夫は成人後に高熱を出したことがありその時に診察してくれた医師から将来子供を授かることはできないですと言われていましたところが私は妊娠したのです ご本尊様のお力で子供を授けていただけたことに感動しました。出産を自宅で迎え、無事赤ちゃんの産声を聞けたときは、家族みんなで喜び合いました。さらに、その後、もう一人の子供にも恵まれました。6人兄弟から2人増えて、8人の子供たちは、仲良く元気に成長しています。現代医学で無理と言われていたことが、この新人によって可能となったのです。本当に不思議です。 以前はあまり活動的ではなかった私ですが今は新人できることをありがたく楽しく感じます家族でお寺に参詣できること吾行・招待、借服することが私の生きる力の源となっています主人の母を釈昨年6月20日には主人の母親をご受解入信へと導くことができました 毎日の家庭訪問による釈物、お寺で、ごん行、正大行に参詣させていただく中で、親族が入信できたことに、ありがたいという感情がどんどんこみ上げてきて、ご樹会のときには、涙が自然にあふれ出てきました。夫とも、本当の親孝行ができたことを喜び合いました親の信心の大切さ。身をもって知る 子どもたちの中で、私が新人のことを強く言うと、お寺に行かないという子もいました。しかし、このことについても、親の強い一年が、子どもの命を動かすということを体験させていただきました。私は、親として、子どもたちに、自分の信仰姿勢で教えていこうと発信し、毎日お寺に参詣するようにしました。それによって、お寺へは行かないと言っていた子が、 お寺にに行かざるを得なない状況になりました。さらに、お寺に行き出したのをきっかけに、ご法こうや甲府推進会に自分から参詣参加するように変わっていきました。また、毎日の夕の吻行に一緒に参詣する娘は、吻行の時に太鼓を叩かせていただくことが、彼女の喜び、活力となっています。昨年6月13日に行われた全長寺支部総会で、 その娘が体験発表をさせていたた。だきましたその中で毎日ご住職様のご法話を聴聞させていただきメモに書き取っていることや太鼓をはたけるようになったこと親子一緒に毎日行っている訪問釈物についてなどの新人活動を堂々と語っていました発表する姿を見て娘がこんなにも前向きに行動するようになったことを嬉しく思いご本尊様に感謝いたしました ごホッス日女商人芸家はそもそも借伏と育成は一体であり借伏した人を正しく育成していく責任は借伏した人はもちろんのこと工事全体の責任であります一人一人が借伏と育成の領義をしっかりと確認して工事一血、一体同心して西願達成へ向けて進むべきでありますと借伏と育成が表裏一体であることをご指南くださっていますご住職様 松井高等さんからは、親の新人の姿勢によって、子供の命が変わる。それには、親自身の兄弟が変わらなければ、家族は変わらないと、育成のご指南は、子供のしつけにも通じることを教えていただいています。ご住職様のご指導や、高等さんの言葉を念頭に置いて、まず、私自身からよりよく変わっていこう、私の新人の姿をもって、子供たち全員に言行将来、 物育成の大切さを伝えていこうと思っています。2歳と5歳の息子は私と行動を共にすることが多く。特に5歳になる三男は訪問し福が大好きです。次の家にも行こう。僕がベルを押すよと次へ次へと歩みを進めます。そして玄関に出てこられた方に「こんにちはこれお寺のです」。見てくださいとリーフレットを渡します。 息子たちの素直な新人を見習い親としてさらに新人を深め秀素日蓮大聖人の立正暗黒の正義を伝えていかなければと痛感します自分が変変わわれば周りも変わるこれからも毎日のご住職様のご法話をしっかり心に留めて一人でも多くの方に日蓮召集の新人の素晴らしさを伝えていく実践に。 家族や支部の方と団結して精進していきたいと思います。ご住職様は、この世界には、救っていくべき人がたくさんいます。自分たちには、その使命があるのです。新人をするか、しないか、話を聞くか、聞かないかは相手の問題です。そして、相手のことを思って、釈俗をするか、しないかは自分の問題なのです。自分が変われば、 周りは変わっていきますとご,指導くださいますご住職様のご指導をありがたく心に受け止めて支部の方々の優しい言葉に励まされながら一日一日をそして一人一人との関わりを大切に精進してまいります。